レフ・イワノビッチ・ヤシンは、ソビート連邦モスクワ出身のサッカー選手。元ソ連代表。ポジションはゴールキーパー。サッカー史上最高のゴールキーパーと評されることが多い。1963年、2021年現在までに GK で唯一となるバロンドールを受賞している。1998年には、フィファの20世紀、ワールドチームの GK に選ばれた。 2020年には、バロンドールドリームチームの GK に選ばれた。FIFA ワールドカップの大会最優秀 GK に与えられる賞には、1994年大会から2006年大会まで野心賞と名付けられている。クラブではデビューから引退まで20年以上を、ディナモモスクワ一筋で過ごし、326試合出場、リーグ優勝5回、カップ優勝3回を経験した。 ソ連代表としては、通算78試合に出場し、夏季オリンピック優勝1回、欧州選手権優勝1回、フィファワールドカップでは合計13試合に出場した。モスクワ東区のジョーマエアの家庭に生まれる。野心テは、アンナ・ミトロザノブナの一家と同居しており、一つの大きな家族として暮らした。春夏秋は、家の中庭で、 友人たちと暗くなるまでサッカーに熱中し、冬は庭でスケートをする日々を過ごした。6歳で母アンナが結核のため亡くなる。11歳の時には第二次世界大戦の影響でモスクワ近郊の村にある軍用機の部品工場で七番と共に働き、同年秋にはモスクワから遠く離れたウリアノフスクに疎開し列車の貨物を降ろす仕事にも従事した。 16歳の時には、貧しい食生活の影響で、胃潰瘍を患い、国会沿岸にある療養施設へ入るなど、苦労の多い少年時代を過ごした。1937年、父親が再婚し、1939年には、双子の弟が誕生している。少年時代から、体が大きく、友人たちから、エッフェル塔と呼ばれた。父親の勧めもあり、アイスホッケー。 サッカー、バレーボール、体操、水泳、陸上競技など様々なスポーツを経験した。中でもアイスホッケーの GK としての支出は群を抜いたものだったという。1944年、戦争による中断期間が解け、モスクワでサッカーの試合が再開されると、工場のチームの入団テストを受ける。当初はストライカーになることを絶望していたが、 身長が高く跳躍力があったことから、チームのボスは野心にゴールキーパーのポジションを割り当てた。1947年、兵園駅でモスクワに配属されると、軍のスポーツ部であるディナモスポーツソサエティに入団、市議会が主催するチャンピオンシップでデビューした。同年7月、 アイスホッケーのコーチであるアルカディ・チェルヌイシェフの目に留まり、HC ディナモモスクワのユースへとスカウトされる。しかし優れた守備力を有する野心にとって、アイスホッケーのゴールは狭すぎることと、FC ディナモモスクワの国内外における活躍への憧れから次第にサッカーへの思いを強めていった。1949年、FC ディナモモスクワに入団。当初は、 タイガーの愛称で知られたの GK、アレクセイ・ホミッチの控えであり、HC デナモモスクワで、ゴールテンダーとしても引き続きプレーしている。アイスホッケーとの二足わらじ生活は1954年まで続いた。1951年、トップチームでデビューするが、ホミッチの控えという状況は変わらず、ベンチでの日々を過ごす。1953年3月、 アイスホッケーのソビエトカップで優勝し、ゴールテンダーとしても3位に選ばれる。ホッケークラブのコーチによる強い勧めもあり、サッカーを断念することも考えたが、ホミッチの説得により思いとどまっている。同年、ホミッチの怪我がきっかけで、政治家に定着。翌1954年にソ連代表に初招集され、9月8日のスウェーデン戦で代表デビュー。 1955年8月、当時の世界王者である西ドイツとの一戦で、ープレーを連発し、3から2での勝利に貢献。一躍世界に名を知られることとなった。1956年メルボルンオリンピックで、ソ連代表として、金メダルを獲得。ソ連代表が獲得した初の国際タイトルであり、野心は5試合中4試合にスタメン出場し、 失点にという活躍を見せた。自身初のワールドカップとなる1958年スウェーデン大会では、巨人の戦いと称された、グループ4のリーグ突破とベスト8入りに貢献した。特に、グループリーグのブラジル戦では0-2で敗れたものの、実に12回のファインセーブを見せ、この大会を制することになる、タレント軍団を大いに苦しめた。当時17歳だったペレは、 後年、野心の度重なるビギを目の当たりにして、彼からゴールを奪うのは不可能だと思い、気がめいってしまったと実感している。1960年に第1回欧州選手権に優勝し、ベストイレブンにも選出された。この年と、翌1961年、バロンドールにノミネートされ、それぞれ5位と4位にランクインを果たしている。 二度目のワールドカップとなった1962年、チリ大会では、トーナメントで二度も脳震盪を起こしたが、チームを準々決勝へ導いた。しかし、10分間に3点差を追いつかれ4から4で、引き分けたグループリーグのコロンビア戦や、二度も平凡なロングシュートを失点して2から1で敗れた、準々決勝のチリ戦などの不安定な守備を見せたことで、 国内では敗退の責任を一身に背負わされる格好となり、その非難の激しさに一時期は真剣に引退を考えたほどだった。同年開催の三国対抗国際サッカー大会でディナモモスクワの一員として初来日。後楽園競輪場にてスウェーデン代表、日本代表と対戦した。この大会で川淵三郎が野人からゴールを奪っている。 1963年10月23日、イングランドのウェンブリースタジアムで行われた FA 創設100周年記念試合の世界、選抜メンバーに招待され、イングランド代表の度重なる猛攻無失点に抑え、前半45分のみの出場ながらも監修に強い、印象を残す活躍を見せた。同年12月にバロンドールを受賞。 1964年にはソ連リーグで27試合に出場して6失点しか許さず、この年にディナモモスクワは優勝した。欧州選手権では準優勝を果たし、前回に続いてベストイレブンに選出された。ソ連にとってワールドカップ最高成績の4位となった1966年大会では6試合中4試合に出場。1967年。 ソ連最高の賞とされるレーニン勲章を受賞した。同年には、州中央身体文化研究所のコーチ、育成学校を卒業している。すでに40歳になっていた1970年大会でもメンバー入りを果たす。この時は更新のバックアップに回ることを自ら志願しており、控え G 経験アシスタントコーチを務めた。同年末に現役引退を表明。 1971年5月27日に行われた引退試合のディナも、モスクワ対世界選抜には、会場のレーニンスタジアムに10万人のファンが集まった。世界選抜には、エウゼビオ、ボビー・チャールトン、ゲルト・ミューラーといった各国のスター選手たちが参加した。試合は2から2の引き分けで終了した。野心は、この引退試合で得た報酬のほとんどを、孤児のために寄付している。 同年8月31日、野心はイタリア代表対世界選抜チームの試合で再びフィールドに立った。世界選抜チームのゴールを守り、4から2で勝利を収めた。ディナモモスクワで更新の指導に当たった後、ディナモのサッカー部門とホッケー部門の副部長を務めた。その後ソ連スポーツ委員会の養殖を歴任、ソビエト連邦サッカー連盟の副会長やソ連代に、 代表チームのコーチも務めた。1984年、血液の塊によって引き起こされる、血栓性腸脈炎という病により左足を切断している。後年、イスラエル訪問中に義足を取り付けた。1990年3月18日、ソ連のスポーツ界で初の社会主義労働英雄を受訓した。同年3月20日、胃がんによりその生涯に幕を閉じた。 60歳没。ソ連政府は野心の功績を称え、葬儀は国葬で行われた。遺体はモスクワ市内のバガニコボ墓地に埋葬されている。ディナモスタジアムの北側の入り口にはレフ野心の像が建てられている。2018年 FIFA ワールドカップロシア大会ではソビエト連邦代表時代の野心のプレーを模した大会公式ポスターが制作されている。 2019年のバロンドール受賞式では野心トロフィーが新たに追加され、初受賞者はアリソン・ベッカーだった。非常に長い腕と足を持ち、そして黒いユニフォームと黒いグローブをつけていた風貌から黒雲または黒氷と呼ばれた。野心のプレーは革新的だった。跳躍力や反射神経、判断力に加え、もともとフィールドプレイヤー志望だった。 彼は足元の技術も優れていた。ペナルティーエリア全体を広くカバーするだけでなく、必要とあらば、積極的にペナルティーエリアの外にも飛び出すプレースタイルは、ゴール前のみを守るのが当たり前だった、同時代の他の GK には見られない特徴だった。そのプレーは1950年代当時、サーカスと称され、21世紀の現在もなお、 スイーパーキーパーの先駆者として評されている。黒いユニフォームとともに、キャップも野心の象徴として知られる。ハイクロスの勝利時にはキャップを脱いで、ヘディングでクリアし、またキャップを被るという光景は、毎回歓声が上がったという。後に、試合のスピードが上がりタフな展開へと変化していった、ことで、キャップを脱いでのヘディングは止めている。野心本人はこのキャップについて、これは、 お守りだと語っている。練習の内容も画期的だったとされている。シュートをキャッチせずに弾き出すことすら敗北と捉えるほどだったというが、一方で野心は難しいボールをキャッチするのではなくパンチングする練習を始めた GK の一人だった。また前述のペナルティーエリア外への飛び出しのほか、反撃を開始するための素早いスローイング。 そしてディフェンダーの組織化と彼らへの指示出しといった内容は当時としては斬新なものだった。余談だがコーチングに関しては野心が試合中に怒鳴りすぎているとしばしば妻から非難を受けたという。ボールをしっかりキャッチして味方の攻撃につなげることを GK の仕事と心得、技術や身体能力は二の次。とにかく絶対にボールを止めるという強い意志こそが大事。 とも語っている。ディナモモスクワで出場した326試合中160試合でクリーンシートを達成している。ワールドカップでは決勝トーナメントに計12試合出場し4試合でクリーンシートを達成した。また審議は不明だが語られるところによれば彼は150本以上の PK を止めたという。ソビエト連邦代表では通算78試合プレイし、 70失点だった。ヤシンの前世紀だった当時は現在と比べて、ディフェンス技術のレベルが高くなく、フェレンツ・プスカシュをはじめとした一流のストライカーたちが、たやすくゴールを決められる環境であったことを考えると、驚異的な記録と言える。妻バレンティナ・ティモフィーナ・ヤシーナとの間に、イリーナ、エレナという二人の娘を設けた。バレンティナは、 ロシアワールドカップが開催された2018年の時点でも野心が1964年にソ連政府から支給されたモスクワのアパートメントに在住している。3人の孫も誕生したが、うち1人は自転車事故のため2002年に14歳で他界している。また孫の1人であるバッシリー・フロロフは、かつて野心も在籍したディナもモ,モスクワのユースにて GK として23歳までプレーし、 戦士名刊にも掲載されていた。現在バッシリーはスパルタクスタジアムの近場にて GK トレーニングスクールを運営している。ありがとうございます。